木星とガリレオ衛星。本校では木星の衛星について述べる。2019年8月までに木星には79個の衛星と3本の間が発見されており、そのうち57個が命名されている。2019年8月現在知られている木星の衛星の総数は79個で、太陽系の惑星の中では土星の衛星に次ぐ数である。未発見の 小さな衛星が存在する可能性もある。1999年以降に発見された衛星の多くは超楕円軌道だったり逆行していたりする。これらは直径が平均 3km、最大のものでも 9km 足らずで木星に捕獲された太陽系小天体だと思われるが、これらについてはごくわずかなことしか知られていない。1610年に 木星の最初の4つの衛星が発見された。それから4世紀の間に地上からの観測でさらに9個の衛星が発見された。1975年にテミストが発見されたが、軌道を確定する十分な観測がないまま、見失われた。1979年に、ボイジャー1号が3つの衛星を発見し、衛星の総数は16個となった。 1999年10月6日に小惑星探査プロジェクトのスペースウォッチにより小惑星 1999UX18 が発見されたがやがて実は木星の新衛星だったことが分かったこの衛星はカリロエと命名された2000年の11月23日から12月5日にかけて スコット・エス・シェパードとデビッド・シー・ジューウィットに率いられたハワイ大学のチームが木製の小さな衛星の組織的な創作を始めた。彼らはマウナケア天文大群にある13機の望遠鏡のうち2つに世界最大級の CCD カメラを取り付け2000年だけでテミストの再発見を含む11個の衛星を発見した。ディアについては存在を疑問視する意見もあったが 2010年から2011年にかけての観測で存在が確定された。2001年12月9日から11日の捜索では11個、2002年にはわずか1個だったが、2003年2月5日から9日の捜索でさらに23個の衛星が発見された。2010年9月7日に S、2010J1、翌9月8日には S、 2010J2 という新衛星2個が発見された。後天周期は J1 が約2年、J2 が約1.6年とされる。2011年9月27日、ジリ・ラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡で木星に新たな2つの衛星が周回していることが撮影された。それぞれ s 2 0 1 1 j 一と s 2 0 1 1 j 二と、 カリフ号が付けられた。この二つの新衛星は不規則衛星に分類される逆光衛星群の一部で、木星からの距離が遠く、光転軌道も停車した楕円状という。衛星直径はいずれも1キロほどで、光転周期はそれぞれ J1 が約580日、J2 が約726日。二千十七年、スコット・ S ・シパードラの率いるカーネギー研究所の チームは、チリのセロトロロ半米天文台で、冥王星遺言の惑星を探索したが、偶然木星も観測範囲内にあったために合わせて衛星を探索することとし、この結果12個の衛星が確認された。これらの発見は、2017年7月2日に2個、2018年7月17日に10個が、小惑星センターを通して公表された。この中には、 三つの逆光衛星群を横切って巡航するバラトゥードも含まれる。これによって木星の衛星は79となった。木星の不規則衛星。横軸は軌道長半径100万キロメートル、縦軸は横道面に対する軌道傾斜角。一般に惑星の衛星は離心率や軌道傾斜角が小さい規則衛星とそれらが大きい不規則衛星に分けられる。 木星の衛星では内側の8つが規則衛星である。また内側の15は巡航衛星、それ以外は逆光衛星である。逆光衛星は捕獲された小天体だと考えられている。なお古くに名付けられた衛星や特殊な軌道を持つ衛星を除き、巡航衛星は語尾が A、逆光衛星は語尾が E と名付けるよう決められている。 1979年のボイジャーによる発見から、しばらくの間、知られていた16の衛星は4個ずつ4つのグループに、整然と分けられていた。しかし1999年以降、新しい小さな衛星が多数発見されたことで分類は、複雑になった。現在発見されている衛星は、6つの主なグループと、いくつかの孤立した衛星に分けられている。アマルテア軍、 ガリレオ軍以外のグループは、それぞれ共通の起源を持つと考えられている。おそらくは、より大きな衛星が捕獲された本体が分裂して、それぞれのグループを形成したのだろう。アマルテアからレダまでは1975年に国際天文学連合によって、正式に命名されたが、このうち6から12までについてはそれまで、現在の名称とは違う名が付けられていた。それらは、 当時の天文年間にも掲載されており、一種の非公式な歌唱として用いられていたと思われる。これらの歌唱の多くにはゼウスが蝶であるオリンポス神族の名が使われており、クロノスが蝶であるキターン神族の名が土星の衛星に使われたのに対応していた。しかし、以前に名付けられていた小惑星の名と重複していたため、重複しない名前が IAU により選ばれた。 木星は、その強い重力で水星を一時的に捕獲して、衛星にすることがある。この中で最も著名なのは、1994年に衝突した衛星、シューメーカーレビ第9水星である。木星の周回軌道に乗っていることが実際に観測されたのはこの水星のみだが、他にも軌道計算により、以下のような水星が衛星になったと見られている。 ありがとうございます。